くても悪くなくてもそんなにスピードに影響がなさそうな感じはする。乗った感はちょっと実際に。そうそうそう。それはそうですよ、ね。デュラエースだとかっていうような価値がもしかしたら釣れちゃってる、ね、下が上がってきてますよね。これでもかっこいいね。十分かっこいい。そうそうですよ。だいぶクランクが結構柔らかいと思ったけど、意外とそうでもないね。意外に正直分かんなかった。まあね、あんまりそんなもがいたりとかはしてないんで、本当の違いは分かんないけど、なんかやっぱりでもクランクはそんなに差は感じなかったよね。だから、逃げてる印象がないですよね、飛んだ力が。そこはすごいよかった。まあ、フォアも乗ってから結構、なんだろう、硬くなってんのかもしれないね。だから、まあ見た目も全然悪くないと思う。クラリックなんで、フォアもだともう結構、全然。あと一番の違いはやっぱりブレーキですよね。もう DE っていうのと、そこのブレーキをしたそこの音に対して、この振動がもうハンドルとかにダイレクトに伝えてくる、あの辺の節度感っていうところはやっぱりタッテムダとかそっちの方が全然スーッてブレーキしていく違いますよね。制動距離も明らかに違うよね。多分違うんだと思いますよ。効きが全然違うっていうのはやっぱり、はい、うん、あのフェスの方は全然効かない感じはすげえ。でもまあ、危ないっていうぐらいの効きの悪さってわけでもないよね。そうですね。まあ、全然どこあるんだ。本当にハイグレードな、ね、ホイールと車両につけてるから若干スピード出ちゃう、うん。まあ、今回ね、実は州が、州の船だけは実は変えてあって、なんでかっていうと、もともとのクラリスのやつって、もう州と船がくっついてるやつしかなくって、アルミ用のやつしかないんだよね、州が。だからそこはしょうがないんで、州、カーボン用の州をつけるかね、取り付けて、でもそれでも効きが良くなるから、全然良くなってないっていう、ね、そこが。あと、まあ、やっぱシフトは、特にフロントとかはそうだけど、やっぱ変えるときはよっこいしょって感じの、なんかちょっとね、遅い感じはするし、ちょっと力入れないと変速しない感じはするね。リアもまあ、なんだろうな、シフトミスするよね、なんか自分でこう、アップしたつもりがダウン押しちゃうみたいな、なんか、やっぱり少し力がいるっていうか、で、タイムラグもちょっとあって、やっぱシフトするときはちょっとよっこいしょって感じはするけど。確かに。でもまあ、それがスピードに直結するかというとそうでもないかもしれないけどね。まあ、ミスにはつながるかもしれないけど、まあ、レースとかは差が出るかもしれないけど、普通に走ってる分ね、正直あんまり。いや、多分これ、本当にゆったり走るムードは、すごくいいんだと思いますよね。あとやっぱり、シフトをカチャッてした時に、なんかいきなり、僕らって言って今11速じゃないですか。で、8速じゃないですか。ガタッて、大きく変わった、変わりすぎるよね、変わったなって感じはしたかな。これなんかだと結構その11速のクロスで使用すぎちゃうと、結構2段飛ばししちゃうことも多かったりするんだけど、これだと1個変えるだけですげえ変わった感が出るから、まあこれでもいいかって思っちゃうよね。なんか意外と8速が意外と走りやすいなって思って、あと全然スピードがダイレクト感があって、いろいろ考えたけど、もう勝手な俺の推測で出て合ってるかどうかわかんないけど言うと、なんかチェーンがやっぱり11速になって細くて薄くなったから、なんかチェーンの力の伝達効率みたいなのが悪くなってんじゃないかなと思う。8速の太くてね、それがなんか厚いチェーンがなんかこう駆動のね、クランクからの回転の伝達がすごく効率が良くて、なんか進むような気がするんでね。なんかこの間シングルスピードの他のね、ピストみたいなの乗った時も思ったけど、なんかチェーンが太いやつの方がなんか進むなって感じがすごいしたんだよね。まあこれは気のせいかもしれないし、全くの空想なんだけど、でもなんかそんな感じがした。そのチェーンの作りに無理がないからだと思うけど、そのチェーンの音が全然本当しなくて、だから走行音がなんかこうロードノイズとそのホイールの風切り音しかしなくて、なんかね、走り、いや気持ちよく走れる感じ、音が知るからね。
だからちょっと、まあ、GoPro にどんだけ音が入ってるかわかんないけど、なんかいつもよりそのチェーンの音が全然しなくて、なんかびっくりした。そう、まあ、それで普通にその辺走るだけだから11速もいらないかもしれないな。本当にウルポタする人には、うん、とか始めやすい人にはとかそういうことものすごくそういうふうに考えられてる。まあでもクラリスってなんていうの、クラリスの上に、フォーラー急速のフォーラーと10速のディアグラがあってその上に105なんだけど、コスパっていう意味で言うと意外とそんな良くないんだよね。なんでかっていうとクラリスをなんかヤフーショッピングとかちょっと安めのとこで買おうとすると4万弱ぐらいかかるんだよね、フルセットで。だけど105も同じとこで買うと5万ちょっとなんだよね。だから1万ちょっと出せば1505まで一気に行っちゃうんだよね。1万円の差だったら、1万ちょいの差だったら、まあ、クラリス買わんよねって思う。そこは正直だからクラリスだからなんかこうコスパいいかっていうとそうでもないっていうね。多分その完成品で組んであってうん、そうそう、ね、メーカーから補強を受けるときが安いんだよね。そうだ、そうだ。ポンポがグレードスプなると重さがすげえ重くなってくるんですよね。で今回のやつが、前スラムのイタップで組んでた時はペダルなしで 6.4 キロぐらいだったんで、今回ペダルなしで 7.5 キロぐらい 1キロちょっと増えてるんだよね。重さっていう意味ではスピードに差が出るかもしれない。でも正直乗っててあんまり感じなかったし、意外と坂登れる感じがありましたし、全然高いコンポの差は俺は感じなかった。まあ本当コンポを良くする意味っていうと、どっちかというとやっぱ重さが軽くなっていくっていうのがでかいかな。あとフィーリング、そうですね、節度感みたいなのが全然あると、カチッカチッってね、やっぱそれはないよね。音の高さとかさ、それも絶対やっぱシフト感触グニャッグニャッって感じはするよね。そこのフィーリングだけ別になんか気にしなければいい。フィーリングと応答性のスピード、うん、スピードとね、それはものすごく感じ、実際の本当の速さにとは直結しないけど、そういう気分的なところでは変わってくる、ね、あの本当にシビアにレースする人だったらそれは全然気になると思うんですけど、そうじゃなければホビーライダーだったら分からない。本当多分あの上のグレードにするのはどっちかというと見た目のとか自己満足度とかそういうところになっちゃうから、まあ、レース出る以外だったらあんまり本当にいらないのかもしれないなと。でもまあそういうところに金かけたくはなっちゃう。あとは本当に厳しい時とかの辛いようなことになっちゃった時にどんだけ助けてくれるかっていうのはすごく機材のね、さっきの時ありますよね。確かにボタン一つでカチッと変わってくれれば本当に疲れた時は楽だもん。そうです、リラックスして。